し。はい、皆さんおはようございます。12月10日土曜日の朝です。1週間早いね。よいしょ、おれおれ。はい、今朝はね、小町の方に入れ替えに向かうんですけど、時間指定9時でちょっと時間があるんで、今日土曜日じゃしね、朝混んでないんで、ちょっと革手とビニール手袋買いに行こうと思います。ちょっと手が切れてしまうてね、ここがちょっとね、はい、革手とビニール手袋を沖田繊維の方に買いに行きます。なんか仕分けしよったら、今積み置きの廃材を仕分けしよったんですよ、下ろしてから。それ陶器のちょっと角でね、ピュッとこう切れてしまってね、当たったんですよ、バーンと。あの100均の以前買ったあの緑色の100均のなんかゴム手みたいなの使ってたんですよ。でこっちの甲の部分がね、あのゴムになってないんですよね、あれ普通の布みたいな感じで、だからちょっと薄手なんで、ちょっと切れてしまいました、ここが中指の第二関節あたりが、はい、だから至急、大至急革手を買いに行きます。沖田繊維も今日は空いとるかね。あ、土曜日の朝がいいよね、ほんま何するにも空いとるし、ほんまに。しゃ、いい巻き込み往来なし。わ、スカスカじゃん。止め放題、止め放題。よいしょ、バックでします。はい、買い物終了。買ってきました、いつものこの分264円の、天然ゴム手袋と、あと187円の革手と、ちょっとねこれ買いました。これいくらだと思いますか。これウィンドブレーカー、フードがついてこんな感じ、暗いねこんな感じなんですけど、どう、後ろはなんかこんな絵が描いてありますけど、見えるね、これいいでしょ。どうこれ、ほらかっこよくない、これ。これね1650円でしたね、前がファスナーになっとってからね。これ LL で1650円、いいよね、ポケットもあるし。はい、これ着て頑張ろうと思います。これはね、移動中に着ようと思う。現場ではこれ着れん、汚れるけ。通勤中とかね、運転中に寒い時に着ようと思います。はい、あとこれね、ダイドーのこれ100円甘いやつが自販機にあったんで飲みます。よし、じゃあ行こう。いい買い物できた。なんか端っこの方に追いやられとったんで買いました。よいしょ、やっぱ沖田繊維安いね、いいね。あ、おじいちゃん、はい、出発進行。これどっちから行けばいいんだろうまっすぐ行こっか、ずっとまっすぐ行って、あの横側の通りへ出ようか。これはここ楠木町になるのかな、楠木町かどこになるんだろう。サウナがあるよ、薬湯、泉湯だって、お風呂サウナ、泉湯、すごいね、男湯、女湯って別れてから、ああいうのも本当見かけんくなりましたよね、俺がね、ちっちゃい頃はね、大津、南区大津にね、あの親戚のおばあちゃんが住んどって、そこによく預けられる時とかね、
銭湯に連れてってもらってました。あのそのおばあちゃん家ね、アパートでから風呂がなかったんで、もうね、ああいうのもなくなったよね、ほんとね。男湯、女湯が分かれて、ほんとまあそれは分かれてるのは当然だけど銭湯、ザ・銭湯みたいな感じがね、のお風呂屋さんがもうなくなったよね、ほんと ね、こんなところにあるんだよね。もうこの楠木町って言ったら、車でほんと10分も走れば広島の八丁とかね、町中神谷町の方まで行けますからね。まあ、そういったところにこういうお風呂屋さんがまだ残ってるという ね、初めて、今初めて知ったわ。よーし、朝って、朝だけは本当気分がいい。毎週言うけどね、土曜だけはほんま気分がいいですね。今日は本当雲一つないですよ。あ、あったわ、雲あったわ。さあここで左折しとこうか。大道いただきます。これはすごい、これ昔からのこのラベルが書いてあるね。俺この緑と黒とオレンジのこのボーダーのやつは知らんわ。縦縞のやつは、大道も歴史があるんでしょう。車おるおる車がおったわ。俺のていうか俺抜かされたんですよ。普通に真ん中の車線がオレンジのセンターラインの道で、で片側1車線の交互通行で上り坂で、で40キロ規制のところ、40キロぐらいで走るったんですよ。45ぐらいかな。そしたらバーッとねまくられました、朝から朝からまくられて、その車はずっとね、その前を走りおる車もずっとまくってました。あの煽ってました。ほんと動画撮っちゃろうか思うたけどね、ほんまナンバーも晒してねっていうぐらい、ほんとなんか苛立ちますよね、そういう煽り行為とか見よるとね。なんか煽られるより煽っとる行為をこう目の前で見よる方がイライラした。すごい、別に俺が煽られるのは別にいいよ。そう、前の人がね、多分ね、女性の運転手さんが前の前走りおったんですよ。でその人が煽られよってからね、ほんまそれ見よったらすごい腹立った、もちろんこう右からまくられる時、思いっきり横向いて変顔してやりましたよ、もちろん、それはしましたけどもね。あ、これこっちおっちゃいかんな、左におらんときのワゴンある。俺の後ろおったけど、俺がウインカー出した途端、左にウインカー出した途端ブワーッと行ったわ俺の後ろから左からブワーッとミサイルのように飛んできましたね。あー綺麗だね、これが色樹が、まだこんな色しとるんじゃ。すごいすごい。なんかちょっと前にニュースになりましたよね、どっかの二つ星かなんかの料理屋さんの従業員かなんかがお寺のもみじを切ってから剪定してからニュースになってましたね。
あの辺なんぼでもあるのにね。まああれも切っちゃいけんでしょうけど、勝手には。でも先々週ぐらいかな、牛田のビッグウェーブの前の通りかな、あっこの街路樹もう切ってましたよ。それこそもみじみたいな感じでしたけど、植木屋さんが来てからね、剪定されてましたよ、もう。だからもうこういうもみじこそなんかもったいないなと思ったけどね。なんか料理の飾り付けにワンポイントで乗せるんでしょ、もみじの葉っぱを。あれがいるけーっつってから、お寺のもみじの木の枝をね、夜中に忍び込んで切ってましたけどもね。よりによってお寺の、ほんとね、罰当たりな。現場はね、ちょっと厳しいとこなんで、まあちょっとあまり早行きすぎてもね、怒られるんで、現場の前で待っとくことができんのでね、ちょっと近場で広いとこ探して、時間調整したいと思います。自転車来たね。OK。 はい、じゃあ入れ替えやってきます。またお昼に。今日は何食べるかな。はい、10時39分、楠木町のローソンにいます。今日はもうスーパー早弁します。もうこの後すぐそこ三笹にね、11時に引き上げに入ります。時間指定11時なんで、時間がだいぶというか中途半端なんで、で昼ね、今食べとけば、これを昼前に下ろしたら次昼一の現場すぐ入れるんでね。はい、あっちゃー、ほら、あっためすぎよお兄ちゃん。でもお兄ちゃんね、これ何も言ってないんですけど、箸とね、スプーンくれたんですよ。あれ、スプーンどこ行ったかいね。あれ、スプーンじゃない、フォークよ、フォーク。フォークがおらんになった。フォークがないわ、ほんまに。まあ、箸で食おう。お兄ちゃんフォークくれとったんですけどね。はい、じゃあいただきます。今日は早弁よ。暑いわ、これ。これで結構でボリューミーですよ、これ。なかなか。これ。久々にパスタ食べるな。久々にパスタ食いますね、そういや。多いわ、これ、量が。すごい多い。熱いな、これ。うまっ。うま、ローソンのミートパスタ。あっちい。うん、パセリが効いてうまい。やっぱ巻いて食いたいね、パスタは。あ、失敗じゃん。どこ行ったんかな、フォーク。あれ、ほんまにフォークないなったな。あ、あった、ここにお股に挟んどったわ。ありました、フォークが。じゃあごめんなさい、お役ごめん、箸お役ごめん。ちょっとごめんね、資源を無駄にしてしまって。やっぱパスタはフォークだよね。うん、大してフォークの使い方もうまくないしね、これ。柄の部分に巻きついとるしね。あ、この辺でも育ちの良さが分かりますね。全然負けてない。うん、ああ、うまいわ。ローソンのミートパスタうまい。量も、まあでもちょっとこれ確かに高かったわ。普通にレストランで食べる波の値段したわ。
630円ぐらい全然わけないし、ちょっと待てや、ちょっと待てよ。お、いけたいけた、上手やん、上手上手。うん、あ、わかった、これフォークがいけんのじゃ。フォークがプラスチックじゃけ、こううまい具合巻きついてこんのじゃ、パスタが。俺の技術のせいじゃない。怖い怖い、えに巻きつくけ。うまいね。ゆうちょにでも食っとれない、あっという間になんか20分ぐらいも経ってしまいそうな。下手くそだなほんま。なんか食っても食っても減らんのんやけど、うまかった。ごちそうさまでした。